どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。Yes. はい、今日の動画は何でしょうか。今日はですね、あるアニメがちょっと激アツってことでね、それについてね、話していきたいんですけれども、はい、その名もオッドタクシーですね。きたー、最高、おもろすぎー、おもろすぎるー。やっと見ましたよ私。もう遅いっちゃ遅いですからね。もうあのね相当遅いです。皆さんお待たせいたしました。本当にオッドタクシー、こちらはですね、はい、去年の12月ぐらいまでやってたアニメなのかな、はいはいはい、まあ、テレ東でやってたんですよ、はい、でも完全に、まあ、テレビのオリジナルアニメという形で切り出されまして、はいはい、でね、最初のうちはねあんまりこう話題にはなってなかったんですけれども、うん、もう口コミでどんどん広がってきまして、はいはい、もう最終回にはえげつないぐらいのこう人気になったアニメなんですよね、はいはいはい、でね、それのアニメを高橋さんにおすすめをしてたんですけれども、なかなかここは見てなかったんですけれども、見てなかったね、ちょっと後に回しちゃってましたね、なんと先に奥さんが見ましたね、はい、高橋さんの。そうなんですよ。なんかね、奥さん漫画から入ったのよ。あ、そんな人いるんですね。そうそう、そんな人いるんですよ。で今まあ映画もやってるってんで、まあ、見てみたらおもろいおもろいって言うから、うん、そんなおもろいんだ、まあ、佐藤さんも言ってたしなとかって思って、うん、まあ、見るかって言って見たらもう一気に見ちゃった。面白い。で今劇場版もやってるってことで、そうだね。で僕と高橋さんまだ行ってないんですよ。劇場は行ってないんです、うん、多分これからね行く可能性あるんですけれども、うん、はいはいはい。なのでね、皆さんこのオッドタクシーってもの、うん、今日どんなもんなんだよっていうのを知っていただければなっていう、はいはいはい、そうだね。なのでまあネタバレは本当に最後のネタバレとかちょっとなしにして、なしで、うん、まあ、ある程度ちょっと最初の方の情報とかまあ語りつつ、うん、ね、まあ、Kさんもね見てないので何にも分からないからね。これを機会に、うん、見てほしいんで、ちょっと計算を見させたくしたい。そうそうそう。いやでもちょっと分かんないからね、まだ見るかどうかまだ分かんないから。見なくてもいい、もう見なくてもいいけど、うん、見たらその分人生は華やかになりますね。すごいプレゼン、非常にすごいプレゼンしてくる。まあ一応 K さんにちょっと画像だけ送っときます。どんな、あ、はいはいはい、はいはい、画像があるんだね。これがまあ運転手の小戸川っていうね、うん、これが主人公なんです、はい、この夫性が。で、まあ、この後ろの人は見なくてもいいんですけど、このカバさんは、カバさんはね、カバさんは。そんな気にしなくていいんですけど。こいつはどうでもいいんだ。声優トレンディエンジェルの高橋さん。すごいじゃん。そうそう。結構ね、芸人さんがね、声優やってたりも。そう、芸人さん多いんだよね、声優さんが。だからびっくりした。全然気づかなかった、最初。でもこの主人公の小戸川は鬼滅の刃の人ですよ、うん、花江さんね、花江さん、そうなんだ、うん、でね、そうそうそう、これも花江さんっぽくないんですよね、やっぱあの人すごいんですよね、なんかいろいろな声出すってね、すごいね、うん、で、まあ、こんな可愛い絵なんですよ、うん、なんですけれども、うん、オッドタクシーはねこう見てみたら分かるんですけども、非常にサスペンス的なアニメなんですね、うん、え、サスペンスがすごいね。サスペンスのこれ、これなんかもう見た感じ、この人がさ、この後ろにさ乗せた人の悩み聞くみたいな話じゃないの、違うの。まあだからよくありそうだね。そうだ、確かにほのぼのでね、深夜アニメっぽい、なんか深夜アニメでいろんな人が来ていろんな悩み聞いてるね。でもね、あのね、あながち間違ってはないんですよ。ただその悩みがもうどん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 絡んできて、登場人物がこのタクシーに乗ってくるんですけど、いろんな人が、うん、そこが実はもう絡み合って絡み合って、そこ、うわ、あそこ伏線あったんか、あの人のこの会話にこの人が登場してて、そこが伏線つながってくるの、うわ、で何、次の話こんなに盛り上がってくんのっていう話。そう、あながち間違ってないんですよ、計算の。間違ってないんだけど、そこがもうはるかに想像を超えてくる感じで繋がっていく感じ、繋がってくんですよ。いや、このサスペンスの伏線の張り方というか、伏線えぐいですね。えぐいね。うわ、そこ繋がんのかいみたいな。まあその最初、正直その油断して見てたわけよ、別に。まあほのぼのだろうなって俺も思ってたから、うん、まあサスペンスっていうのはなんとかふわっとは聞いてたから、うん、まあなんかこれがサスペンス繋がってくんのかなってふわーって見てたんだけど、もう5、6話ぐらいからもう、え、これ伏線なんじゃねえか、もしかしたらあそこと繋がんじゃねえかみたいなのを、もうめっちゃ頭使いながら楽しみながら見ちゃった。加速しますよね、一気にね、うん、だからなんかね、ワンピとか好きな人は多分めちゃめちゃ好きな感じはするかね。タコピーとか好きでも好きだと思いますね。あ、タコピー系だわ、言うたら。その伏線がちゃんとしっかりしてる、うん、ああいう怖さとはちょっと違うけど、うん、また違うけどね、うん、ちょっと難しいかもしれないね、俺にはね。なるほど。ああ、本当そう。まあそうかもしんない、うん、本当にそう。なんかイメージもし出してはこのタクシーのね、小戸川さん、もうめっちゃテクイこうすごい運転技術でこう爆走していくっていうタイプじゃないんでしょ、うん、イニディみたいな展開じゃないですか。イロハ坂行かないです、このまま。
なんか映画でタクシーって映画昔あったじゃん。あ、運び屋みたいな、ね、運び屋みたいな事件とかを解決していって、はいはいはい、タクシー乗ってすごい運転技術で、はいはいはい、なんか爆走して対決するみたいな、はいはい、そういうことじゃないよね。まあそういうことではないかな、ね、一応ね、一応、はい、でもなんかそのハラハラ感はあるんだよね、東京どころ結構そういう意味でも。うーん、まあ最初のあらすじとしては、まあなんかこう一人のね少女というか女性がこう行方不明になっちゃってみたいなねニュースがねこう流れてるわけですね。はいはい。でそれがこのタクシーの小野川さんとこういろいろ絡んでいくみたいなのがね、結構ストーリーではあったりするんですけれども。そうそう、なるほど。だからこの小野川さんが誰を乗せた誰を乗せてないとかも結構重要になってきてね、重要になってきた。でこの人乗せたでしょみたいな話になって、ただでもそれを探してる人とかもいて、お前乗せたなみたいな、ドラレコを売れよみたいな、そういう話チームになってきてみたいな、はいはいはい、結構リアルなんでね、中身はすごいリアル、本当にそのサスペンス系というか、ね、ドラマでやっててもおかしくないのをこのあえてこのアニメのこの可愛い絵のタッチでやることでよりなんか引きつけられちゃうって感じですね。なるほど、なるほど、そうだね、なるほどね。どうですか、ちょっと見たくなってきました。うん、まだちょっとわかんないまだわかんない、まだわかんない、もうちょっと聞かせてよ。最終話のいや言うたらオチクラスの、うんうん、あれはもう度肝抜かれたというか。なるほど、ね、最終話で2点3点しますからね。いやすごいんだよね。あ、そうなんだ。最終話ちょっとえぐいですよ、うん、そう、これ待って、あと1話で終わるんっていうぐらい、もう爆弾結構あるんだけど、それがもうボン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 ボーンって最終話でもうボーンって生ハザードじゃん。そうそう、生ハザード最終話は生ハザード状態だから多分最終的には全部回収されてるんで、だからね、回収した一回で、ここであの人のこの情報がつながっていくんかとか、うん、そう、まあ、登場人物十何人ぐらいねいるけど、全員だからそこが集約してくるよね、うん、ほんと最後の方に。でね、あとね音楽とかもいいんですよ、うん、これね、はい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 、おしゃれだね。うん、オープニング音楽めっちゃおしゃれで、うんうん、タンピーさんっていうまずあのラッパーの人と、はいはい、スカートっていうねあのシンガーの方なんですけれども、うん、はいはいはい、このタンピーさんっていうのはラッパーなんですけど、うん、あの秋元さやかさん、はいはい、AKB の、はいはいはい、の旦那さんなんですね。そうなんですよ。で結構有名な人 で、うんうん、でもう一人のスカートさんがね、うんうん、あの K さんに今画像を送るんですけれども、うんうん、鈴木もぐらさんにめちゃくちゃ似てるんですよ、空気階段のね話よ。いやいや何の話よ。いやいや似てるとかの話、何の話してるかと思って、似てるってだけ。鈴木もぐらさんには似てるという情報でございます、うん、いやいらない、いらない別に。あとだから本編で言うとその声優さんの豪華さじゃない、豪華さね、カッペイさん出てます、うん、そう、すごいじゃん。いや演技がうまいね。うーん、正直ちょっとウソップってさ、やっぱやられながらその情けないんだけど、そこからやっぱかっこいいっていう感じになってくるじゃん、それは情けないかっこよさというか、うんうんうん、なんかそのあたりの上手さがやっぱりね、そのカッペさん出てて、うん、情けない感じあったもんな。そう、いやでも熱くなんだよねあれもね、いろいろね、うん、グーっていうなんか胸つかまれる思いというか、そういったものもやっぱあったりして、うん、で全員声優さんがやっぱりその上手だったね。芸人さんが結構出るんだけど、みんなむしろ後からえこれも芸人さんだったのみたいな。そう、ダイアンさんとかね。そうダイアンさんはね一番最初に分かった、あれこれなんか聞いたことあるなと思ったら割とあれはもうまんまダイアンさんだったよね。あのお笑いコンビを組んでるんです、そんな話で。そうそうそう、でダイアンの2人がお笑いコンビ組んでて、でもイメージ逆だよね。逆だね。いやユースケさんの方がなんかちょっと力抜けてる感じするけど、うん、でもなんか作中では逆の立ち回り方というか、なんかそれがまたなんか面白かったよね。いや良かったですね。ねえ良かった、非常に。でねこれ多分高橋さん見てないんだと思うんですけれども、オーディオドラマ見てないでしょ YouTube の。あ、オーディオドラマ見てない、それ何？ポッドタクシー本編っていうのが今 Amazon プライムで見えます、なので皆さん見てください。でそれはね、はい、YouTube の方でオーディオドラマっていうやつがあるんですね、うん、高橋さんこのキリンの人覚えてます？あ、キリンの高校生。あ、そうそう、キリンの高校生。このねキリンの高校生があの幸せのボールペンつって、うん、幸せのボールペンって本編にも多分出てきたと思うんですけれども、ちょっとちょっと、うんうん、なんか握ってたね後半の方とか、なんか ねこのね幸せのボールペンに実はね盗聴器が仕掛けられてるんです。うおもろ、何それ、もう何それおもろ。でこの高校生、キリンの高校生が、うん、それをねなんか盗聴器をこう聞き取った情報を、うん、この YouTube で配信してるっていう体なの、うん、面白いな。いや、まあ、サイドストーリーみたいなのが YouTube であんだ、が上がってんだけど、うん、1.3 話幸せのボールペンだとか 2.5 話絶対絶対秘密だよとかが、うん、この1話の後とかにこうアップされたりするんですけども、うん、1話上がったら YouTube にアップされるみたいな、うん、これがね、そういうのがあったんだ、うん、結構こういろいろ握ってんのよ実は。これもね裏大事で、見よう。でこれのラスト 13.13 話ってやつがあって、あ、あとがあんの？本日貸し切りは最終回の後にアップされてるんですけれども、おもろい。ちょっとこれもえぐいの、
この内容もかなり怖いというか、だから全部見えなかったらこのラストだけでもいいから見てほしいですね。はいはいはい、うん、今から全部見る人はこの1話見た後に1個見るとかやったらより面白いかもしれないですね。なるほどなるほど、うん、っていうね、いろんな楽しみ方ができるんですよこのオッドタクシー、うんうんうん、どうですかケイさん、見たくなりました？ちょっと難しそうだね今朝はあのドラゴンボール以上は難しいと判断する人なんで、あのだとしたら難しいです。その俺が苦手なのがそのまさにそういうタイプのさ、うん、1話目出してじゃあ次の 1.3 話出してどうのこうのみたいな、わちゃわちゃわちゃってやっていく出し方っていうさわちゃわちゃじゃないんだけどなんだけど、そういうのを出してこうなんていうのやっていくタイプのさ、あの物語っていうのもあったりするじゃん、うん、要は君たちが好きなタイプのやつよ、うん、で多分俺が見ていくとも分かんなくなりそうっていうのが今のもう難しそうっていう感じケイさんだからブリーチとドラゴンボール担当だから、ブリーチドラゴンボール担当、そうそうブリーチとかナルトもギリだもんね、だからねナルトむずいもんね、ナルトもちょっと難しくなるところはあるったりもするじゃんワンピースの話になんないねワンピースの話になんないからよくやってるよ、よく8年近くやってくれてるよ、むしろワンピースやっぱ難しいところもあるでワンピースはそのドンバーンの部分もやっぱあるから好きな部分もあってするわけですよ、はいはいはい、オールジャンルでね、そういう楽しみ方できるからね、そうそうそうっていうのあるからね、本当にあの一応記憶には置いとくんで、あの本当思い出したら見るわちゃんと、はい、あの本当になんかね、うん、見なきゃ見なきゃで見るっていうかは、うん、まあ見るかで入ってで、うわおもろってなるタイプだよね。いや俺正直そのこういう系ってその見たらもう最後まで見ちゃうのよ、うん、もうその睡眠削って、うん、だから見ないようにしてたの正直、うん、見ちゃった一日でもう朝まで見ちゃったもう辛かった次の日いやいやいや、だからやなんだよ、だからやなんだよって言いつつもう超それしか頭にない、もう今もう次が止めらんなくなっちゃうタイプだね。まあ ね、 ね、結構一瞬ですしね、短いね、1個あたりだって20分ぐらいで終わっちゃうよね、多分そのオープニングエンディングとかはね省いて、ね、で13話で終わりだよね、13話終わりなんで、で今ね映画劇場版やってるわけですね、はい、オッドタクシー、いや見たいな、行きたいね、って言ってこれはまあなんかねちょっと召集編ではないんですけど、いろんな視点で、うん、このテレビ版を振り返りながら衝撃のラストあったんですけども、本編は、うん、その衝撃のラストの続きもあるっていうお話になっているということで、ね、うわ何見たいなっていうのは、まあ、オッドタクシーでございました。どうです、なんか言い残したことあります？いやちょっとね、いや本当はもう全部語りたいんだよね正直、いやそうだね、ネタバレもありでちょっと佐藤さんと語りたい面もあるんですけど、ちょっとそれはやっぱりなしにしておきましょう、うんうん、ダメなんだ、確かにインザウッズ見たらねやってもいいかもね、そんなの、あーそうかもね、うん、いや話してーなー、これ超話してー、もう最後のケイさん見てくればやれんだから、ちょ見れる時やったら見てこう、今ちょっとあの昨日たまたまね、それこそアマプラというかネットフリックスというかね、ちょっとふわーって眺めてたんだけど、麻雀、うん、のね、うん、赤木っていうちょっとアニメがあってね今赤木なんかちょっとふわっとはね漫画で読んだことあったからあの知ってない、なんとなくアニメピッて見始めちゃってね、ちょっとそっち今見ちゃったからさ、逆に赤木わかんならわかるわ、いやでもあれ赤木はなんとなくしかわかんないの俺あんま理解してないの、あれ理解しないで見るのが好きで、ああいう系は一旦赤木ちょっと終わったらまたちょっと考えるねだいぶかかりそうだけどね赤木も結構ある感じするけどシリーズでは皆さんね、ぜひオッドタクシー見てください、はい、うん、コメントネタバレ注意で、うんうん、あのもしこれから見ようかなと思ってる人は、うん、いるかもしれないしね、うん、はい、うん、見た人はね、はい、そのネタバレしたくない気持ちも多分わかると思うんでね、そうね、うん、避けていただけると、うん、避けつつオッドタクシー楽しみだね今日はここまで最後まで見てくれてありがとうぜひ見てください、明日の楽しみもまたね、いや映画見たい